うわー、始まったんちゃうこれ。なにわ男子728オフィシャル始まったんちゃう。うわ、今3人見てくれてる。3人の方、うわ、9人の方、ありがとう。見てるかな。今唐突に始めちゃいましたけど、ちょっと一旦集まるまで一瞬待とうか。じゃあ一瞬集まるまで待とうか。急にインライン始めんじゃん。それ始めるよ。始めさせてよ。俺もやりたかってんから。ちょっと一旦待つわ。いやー、始まったよ。唐突。0時18分からのインスタライブ。はい。僕は0時18分から始めました。インスタライブ。みんな待ってたかな？恭平だよー。みんな待ってたかな？インスタライブ始めました。今人待ちでーす。びっくりした？みんな。びっくりしたかな？お、すごい。もう6万人？すごいやん。もう 6.7 万人の方見てくれてんの。みんな、寝不足やねえじゃないわ。みんなあれやねえ、なんていうの？起きてることなんていうの？夜更かしや。夜更かしやねえ。みんな夜更かしだ。じゃあちょっと、ね。え、まだいいんすかじゃなくて。ちょっと待って。夜更かし勢多ないか。だって今何 6.4 万人もんの。そう。あら、最初1,3,9ってきて、急に6,000,1万,6万。みんなすごい夜更かし勢いいじゃない の今だったら0時20分さ。俺そう、さっきちょうどあの意味深な写真をあげたのよ。その写真を、あ、インスタグラムで。そう。あ、そうなんや。なんか違う方向、カメラ目線じゃない、違う方向を見てる自分の写真。あ、ほんと？そう。ほんならみんなやっぱり、何この急な写真みたいな。え、だってさ、今 6.6 万人の方もいらっしゃるの。そう。あら、こんにちは。こんにちは。そう。今ね、僕、我々、愛知。愛知に来てます。愛知で、ライブね。はい。しててね。そう。で、ちょうど先ほどまで、そのアンサンブルの、そのダンサーさんとかと一緒にご飯に行ってまして。いや、もう。あれですよ、別に酔っ払ってるってわけじゃないですからね、我々。はい。任せてください任せてください本当にご飯に行ってました。本当に。ご飯に行ってただけだからね。うん、だからでもこんな感じ見てくれたら分かる。本当にご飯だけだからさ。そう。でも本当に。さ、何？楽しくて。いや、俺これしたい理由がさ、うん、大橋さんが最初にやってたじゃない。何？そうね、大橋さんやってたね。あの深夜インラーやってたじゃないですか、うん、あれ見て羨ましいと思って。あ、ね、ハスンやってて。そう俺もなんかちょっと入らせてもらったけど、ね、二人でやってたやん。そう、そう、だからそれで俺羨ましいなと思って、今日絶対やろうと思って。だってポイント、これとかだって今回さ、愛知来させていただいたやんか、うん、ネオ選手からいただいた、うん、中日ドラゴンズの帽子ですね。です。長い帽子です。中日さんの帽子です。Yes。今なんかちょっと映ったな。ちょっと映り、今始まったばっかりし。はい。こんにちは。6.6 万人の方も見らっしゃる。そう、すごない？みんな夜更かしすぎるよな。え、これ何？あ、これやっとく？投げ中して。投げ中して。ファンの皆さんがね。映りよ、ほら。もうちょい寄ってよ。ありがとう。投げ中してって感じだ。そう、今こうやってね。みんながこうやってほら駆けつけてくれました。ありがとうございます。僕が急に一人でインスタライブするって言って、うん、不安な子、二人、駆けつけてくれましたほらもう、あれね、ほらもうもう一人集合してきたよ。もう一人我が友が現れます。ほらミッチー、もうみんな何、俺がインスタライブするって言ったらこうやって駆けつけて、すんごい可愛い。俺もうめっちゃ愛されてる。もうあなたが可愛いよ。愛されてるよ。俺愛されてるかもしれん。これは俺のあれかな、勘違いかな。ん、同期ね。勘違いじゃないよ。同期3人やで。あ、ほんまやな。同期3人大中小身長ね。0時20分。ほんまやね。おでした、ありがとう大ちゃん。皆さん、バイバイ。ほら惜しいで、今から来る人もうほら大ちゃんほらもういなくなっちゃったから。いなくなっちゃったね。すいません、今からはもう同期です。この3人同期です。はい、ちゃんと階段になってるもんね。と大中小久しぶりに3人で話すんじゃん。
な、そやな。ほんま。3人だけってなるとね。ほんませっかく俺一人でインスタライブしようと思ったのよ。ほんとは来てほしかったくせに。ほんまにほんまに。いやー、そう、この前、このインスタライブする前にね、ちょうどね、うん、アンサンブル、ポッピンクルーさんの、ね、ポッピンクルーさんとね、ご飯行っててね。行ってました。で、それで帰ってきて、俺絶対インスタライブするって。うん。そう。だってさ、ストーリー、更新してて、そうなんか半笑いでさ、そうよ、あの意味深な意味深ななんかさ、ストーリー更新してさすがにあれ出してさしないっていうのはさ、確かにな、申し訳ないやん、何やったんやろってなるもん。そう、あれはマネージャーさんと1枚出しとくかっつって、うん、ちょっとやっとこうやるかもよみたいな、うん、やっとくかっつって、ね、そしたらやっぱ皆さんちょっとね感づく人が多かったね、うん、すごいよ、みんな頭いい、そんな頭やったら東大行けるよ。何食べたのって書いてある。すごい、ほらほら、7.3 度。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな夜中にね。ほんまそう。やっぱミッチーとケント来たから、俺最初つけた数十秒間は5人ぐらいしか見てなかった。ほんまに。数十秒やな、そう、5人。数十秒やな。やっぱみんな夜更かしやね。ねえ。明日ライブ来る人もいる。あ、いらっしゃるんじゃない？いや、あるんじゃない？うん。ありがとうございます。焼肉を食べましたよ。ありがとうございます。うん、だって今ニット帽のところ撮ったら見て。もう俺すっごいもん髪の毛ボッサボッサ、ちゃんとみんなオフやもんな。マジでオフ。俺カチューシャ撮ったらこんなの。俺すっごい、みんなすごい。みんな髪の毛がもうすんごいよ。激レアだよ。激レアやね。そう、お風呂入った後やからね。ねえ、許してよ。みんなで入ったもんね。みんないい匂いで、うん、匂ってみる。ほらいい匂いだ。どうほらいい匂いだ。4DX、どんな匂いか書いてほしいけども。道枝さんなんて 4D です。 4DX とは 4DX だから、 4D とかやったら匂いも来るやん。ああ、そうや、それの X ですか。 X です、はい。臨場感味わえますから、ね、いや、そう、いや、もう俺がただただ今日は絶対大橋和也に続いて2番目にインスタライブしてやろうっていう。ああ、大橋くん夜にしてたもんね。そう、あれがただただただ羨ましかった、うん、楽しそうにしてたもんね。そう、楽しそうにしてたから、うん、ただちょっとみんな来るの早いわ。早い？ごめんやん。なんかさ、俺のこと心配なんかしたいんだけどさ。俺はお水とかを取りに来ただけだ。みんな集まる。そうそうそう。ほんま。みんな水取りにこの部屋来るからね。そうそうそう。みんな俺のこと大好きなんです。大好きでーす。大好きでーす。焼肉で一番僕、角的食べました。いや、角的2皿ぐらい食ってた。いや、4皿食って。4皿、はい、めっちゃ食べるやん。それ角的マニアやん。もう角的大好きです。本当にね、麺よりサブが大好きな人間なんで。うん、ガリと格的どっち、はい、ガリと格的、うわ究極やん、うん、そう、究極な、究極、月と太陽どっちが好き、うん、普通焼肉と寿司とかじゃないの、格的とガリなんや。そう、格的とガリ。そう、どっちが好き聞く、うん、聞いちゃう。マジ、それも格的界に好かれるかガリ界に好かれるか。いや、ほんとありえへん話してる、うん、じゃんけんってグーチョキパーしかないやん、うん、もう一個出そうとしてるぐらいありえへん。あー、ありえへんな、ありえへんな、ありえへんやろ。ちょっと分かりにくかったけど、ありえへんな。まあでもありえへんなってことは分かる。分かるやろ。ちょっと例えはよく分からへんな。まあでも俺ガリやな、やっぱり。あー、ガリ、愛してる、ガリか。恭平だって寿司ってガリばっか食うもんな。そうやで、ガリとビールで全然ずっと降りるから俺。ああ、すごいよな、それはそれで。でも安心してください、あの今日は本当飲んでないですね。飲んでないです。本当にアンサンブルの方とただただお疲れっていう、本当にご飯行っただけですね。ね、お、みちドラマ頑張ってとか。 ありがとうございます。頑張って。うん、マイセカンドアオハル、マイセカンドアオハル、今略してマイハルですね。ポスターも出てたもんね。そう、ポスターも解禁されました最近ね。で、予告編もね第2弾公開されましたんで、うん、ああもう見よう。10月17日ですね、うん、スタートなんですけど。お、わ、いや、もうちょうどじゃないけど1ヶ月後ぐらいですね、うん、そうですね、うん、1ヶ月後ぐらいです。ちょうど、まあ、そのついでと言いますか、本当に同じついでじゃないよ、 TBS で言うと、ついでじゃない、ついでで、本当にマイホームヒーローも、ね、いいね、ついでじゃない、すいません、本当にしっかり宣伝してください、本当にお願いします。マイホームヒーロー、ね、皆さんやっぱマイホームヒーローもね、あれですけど、やっぱマイセカンダーからの、違う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 、お、マイマイやん、マイマイなんです。ね、いいね、はい、マイマイだから、マイハロ終わった後マイホームヒーローと、そういいね、マイマイコンビで、いや、火曜ドラマコンビ、マイマイコンビ、マイマイ、あ、てか火曜ドラマトリオやん。あ、そうやね。もう笹田さんもらいましたね。先輩や。先輩や。火曜ドラマの先輩や。ありがとうございます。火曜ドラマトリオや。トリオや。いいね。火曜ドラマトリオ、新しいね。共通点が一個できたわ。ね、ぜひ見てみて。すごいよ、ほら、もう 7.4 万人の方見てくれてるから、ね。見てくださってるよ。でもエモいんちゃう、ほんまに。最近やっぱ何は男子でいると、やっぱ同期の3人ってほんとなかったからさ。ね。ね。
7人でいることが多いもんね。ね。マイマイ。あ、カタツムリね。マイマイカタツムリね。カタツムリのことマイマイって言うもんね。マイマイね。ほら、あれ？お前投げ注意してどっか行ったんか。ここあるよ。あ、ほら。そう、なんかこれあってん。投げ注意して。ジョー君が持ってるやつやな。そうそうそう。ジョー君が作ったやつ、これ。あれ、おもろいもんね、甲子園。モノマネ甲子園でしたっけ。毎回あげてるからさ、みんな見てあげて。いや、あれ。あのさ、え、モノマネ甲子園なんかな、カブトムシの後だもんね。カブトムシもそうやけど、なんかうちわをくり抜いてさ、顔をうちわにはめるやつあったやん。うん、モノマネ甲子園なんかな、あれって。そうっすよね、モノマネ甲子園じゃない。モノマネ甲子園のやつを見て、多分ファンの子も、俺今日ライブしててちゃんと顔をくり抜いて、うちわをくり抜いて顔をこうはめてる子がおって、あ、ほんまにいたんやん。おった、何人か見たんやけど。それどうやって返したの？え、おおやってんねやーみたいな、おーおーって言うことないんだけど、お前顔やばいで、ね、あれビリケンさんみたいになってるやん。ビリケンさんおるやん。めちゃめちゃ平和絶対通天閣の上におる。ふーんふーんふーんいや、これを見て、皆さんこれを見てから寝る方とかはこの顔を見て、うん、しっかり明日幸せにね、そう、安らかに、うん、しっかりこうもうね、もういい夢見てよって、らしいです。いい夢見てねって。で、来る方は来てねって。え、あれ変顔やったん？うん、違う。変顔って書かれてる。変顔って言ってる？変顔って言ってるやつら、おい、あれ怒ってる。おい、あれ怒ってる。え、変顔じゃなかった？おい、変顔と思ってるやつら来いよ。変顔じゃなかった？おい、今の俺ガチの顔やから。そうなんや。ガチやから、変顔するときは変顔するって言うし。変顔するんや。あー、変顔してるな。変顔してるな。変顔やわ。あれ？あ、すごいな、すごいな。リリシー。リリシーね。これ盛り上がってんのかな、盛り上がってる。盛り上がってるよ、もう。盛り上がってんのかな、これ。ファンの子どう、どう見てるの？若干増えた。7.4 から 7.5 に。あ、1000人増えた。恭平の変顔でね。ありがとうございます。本当、本当にありがとうございます。これどんな気持ちで見てくれてんねやろ、今俺もう。想像つかんねんけど。で、なんかさ、こういうオフとかもみんな好きやん。うん。俺も好きやし。みんなもこうやって、こういうちょっとした時間楽しもうよ。夢に出てくるって書いてある。夢に出てくる？はね、やっぱりなんかゆるさというかね、ね、あとほらこういうミッチーがさ、カチューシャでさ上げてる姿とかなかなか見れんよ。見れんな。こうやってほら、夏やのにパーカー着てフードまでかぶってよ。暑いやろ。暑くないよ。暑くないらしいです。TU教編もニット帽かぶってるけど、ニット帽はほらだからニット帽取ったらこうねんって。あ、かわいい。あ、すげえ。ファーってなっちゃう。触覚や、触覚。ほらすごいやろ。すごいね。直毛やからさ、うん、隠しとかんと、そう、やっぱこれ出し続けるとやっぱ見てくれる人が少なる、うん、少なくなるかなと思って。いや、そんなことない。いや、もうレアレアやから。おらおらおら、画像を画面いっぱいに同期詰め込んでほしいやって。やっぱ詰め込め。ほら詰め込め。近いな。詰め込めるだけ詰め込め。だいぶ幅取っとる。こうやってなぞったら消えるゲームみたいになってるから。ほら、あ、すごい。道きょ、あ、道きょじゃない、ほら道長、ほら道長よ。で、教員も入って、ああ、道挙兵なんか。あら、もう、挙兵。もう、挙兵やね。そりゃそうやろ。だって俺が今日インスタライブするって言ってるから。あ、そうやわ。うん。それはそうですわ。へぇー。くっそ。ね、俺がするって言ったらみんな結局が来たいんかよ。かわいいやつやな。まあ、行くでしょうよ。いや、来ますよ。あの、高橋さんがライブをするって言うんですから。うん。せやで。明日ほんとみんな、俺がインスタライブするってなったらほんと明日やりふるで、ほんま。やりふる、やりふる危ない。ほんまに気ぃつけて、ほんま。あんまその表現聞いたことないし、意味も分からへんけど。ふるとかやったら分かるけど、うん、やりふるってね。ほらみんな、ほらみんなで話すか。ほらもう今日おもろ、あれ。ちゃんと、あれ、あ、これ、お、あ、これ、なんか電波悪ない？ちょっと一回やり直しますんで。あ、戻った？大丈夫？戻った？これまだ？あ、まだ固まってるわ。固まってる？固まってるね。あ、戻った。戻りましたと。あ、戻った。戻った。戻った。ごめんね、みんな。ごめん、ごめん、ごめん。
みんなごめん。ありがとうございます。まあ、こういうのも生な感じでいいよね。いいよね。なんかね、こういうアクシデントも、みんなアクシデントの途中のみんな顔見た？ケントとかミッチーとか、すんごい顔してたよ。え、すごい、暗くなったよ。へっって言ってたよ。テンションおかしい。ちょいちょい楽しいやん。うん、楽しいね。やっぱこういうさ、ライブで皆さんにこう、キラキラした姿もいいですけど、うん、こうやってオフな僕たちをこう過ごしてるんだよっていうね。そうやね。まあほんと、ずっとはやれないんですけどね。このその一瞬を皆さんと共有したいなっていう。そうね。感じです。うん、でもさ、よく考えたらさ、何を12時半にこんなに見に来てくれてる。そうよ。いや、嬉しいよ、ね。いや、嬉しいよ。こうやってやってるとほんと芸能人よ。芸能人なの。ほんまに。ガチで。芸能人もうちょい早い時間じゃない？もうちょい早いか。もうちょっとゴールデンタイムにやる。うん、もうちょい早いか。ゴールデンタイムで。よくさ、やっぱさ、俺、やっぱ俺の憧れとかさ、言うと、吉沢亮さんとかよくやってはるやん。あ、そうなんや。そう、ね。そう。ああいうの見るとちょっとやっぱこう、憧れちゃうよね。で、それ、そう。で、ちょうどこの前大橋くんがやったからさ。ね、うん。いや、もう大橋くんなんか、ねえ、結構いい感じの照明でやってなかった。そうそうそう。あの人めっちゃ耐えてたらしいからな。薄ぐらいの感じでやってた。で、あの人、ね、俺らみたいに今元気やけどさ、あの人ほんと、なんちゃなんちゃ、そうやな。あ、結構ひっそり喋る感じ。ひっそりひっそり。ずっとなんか化粧品、うん、いやなんか自分の化粧水とかいろいろそういうの話してた。自分の化粧水ってなんだ何使ってるとか。スキンケアね。スキンケア系の、ね、そう、そういう話してたって聞くよ。へ、うん、まあまあまあ、そういうのもね、こういうとこでしか聞かれへんやろうし。うん。いや嬉しいよ。ほら、もう7万人、ずっと7万人から途切れない。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんとすごいよ。俺一人でずっとやってたら10人やったのに。ハッスンの時とはなんか違うって。ほんと？ハッスン、ツルツルだった。ツルツルだった。俺らもツルツルちゃうんかい。ツルツルやな。俺らもツル、ツル、ツルツルやで。ツルツルやろ。俺もピチピチやで、俺。あれ結構ツルツルちゃうねんけど。ツルツルやろ。結構ブヨブヨなってんで。ムニュムニュやわ、なんか。おお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 おもう怠慢してる。この感じがいい。怠慢言い方良くないよ。この感じがいいよ。うん。このやっぱり、もう、一緒に楽しんでる。ほんとなんかもう、だから俺ら合わせて 7.8.3 人か分からん。7.9 万人としようよ。うん。俺ら含めての人だと一緒に。うん、俺ら含めたら1万人、0.1 万人増えんの。待って、うん、俺ら、うん、3000人の計算なん一人一人3000人じゃなくない一人ほら 7.9 万人になった。あ、ほんますごいわ。すいません、なんか皆さん、すいません、俺が 7.9 とかいい、ね、あ、そう見て、俺が 7.9 とか言ってくれにあ、ほんと、もうすごい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 、 すごいよ。だからほら、こういうさ、まったりした空間がいいのよ。ひぎ肉です。お、急にひぎ肉です。ひぎ肉ですしてって書いてた。あ、なるほど、それは確かに。ひぎ肉です。可愛い顔してんな、みんな。そんなことないです。ちょっと可愛いぐらいです。ひき肉、ひき肉、ひき肉です。しすぎやろ。すいません。あの、これ本当に後でちょっとちゃんと言ってみます。ひき肉です。しすぎです。うん、てかさ、あのさ、あなたメインなんですよ。うん、ほんまやわ。そう、見て俺さ、俺、どう思うみんな。ん、俺がしようって言ってしてさ、最初西畑大吾が来てさ、で、次さ、こう、ケント来て、ミッチー来てさ、しまいにはどう？わかったわかった。じゃあもう40分から、あの、大橋くんみたいにいい感じの照明で。本当に？やってやって。ほんで、しまいにはさ、俺こうなってたからな、さっき。ああ、もうそう。だから40分までは、ひき肉です！どうすんねん！俺の左半分。ひき肉です！おい、俺の左半分見たい人がさ、うわ、京平くんの左の顔見られへん。あ、じゃあ次こっち行って、こっち。左半分見たいとかないやん。左半分。だからこう繋げてもらったら一つの顔になるから。おい、いいね、いいね。あれ？顔違う。左半分変顔なってるやん。違うね。あれ？あれ、左半分、くすってよ。上半分ですか。いや、こういうのもさ、こういう、うん、ほら、あ、すごい。8万人って、ありがとうございます。ありがとうございます。8.1 万人。あ、ごめんごめん。みんなすごい。すごいね。なんか夜更かししてたんやな。俺の意味深な写真で。やったー。左半分。絶対思ってんやろ。もうこれからね、全部見えるから。半分映ってない、京平もいいのよ。ハートって書いてる。ありがとう。
いや、嬉しいよ。やっぱ一人でどうやってちょっと正直こうさ、やっていこうかなと思ってたところにさ、こうやってみんな来てくれるの嬉しいよ。ね。全然一人でも楽しめんねんけどさ。めちゃくちゃおもろいコメントあるやん、これ。何？ゴキブリ退治してた。マジか。すげえ、ゴキブリ。やば。ゴキブリな。ゴキブリな。新聞紙載せてな、ちゃんと外返してあげて。あ、優しい。ほんまに。そうね。何のそうね、なんか知らんけど。ゴキブリ退治ね。うん。退治ね。うれしいね。大ちゃん、ね。全然呼んでくれて読むよ。今日はもうほんと。ありがとうございます。うん。ほんと。明日コンサート行くよ。1、2ぶりに。ありがとうございます。ありがとうございます。待ってます。嬉しいね。来週ホールで待ってます。ぜひ、ほんとに。バズリズム見るよ。あ、そうね。見てください。そう、バズリズム。ちょうど、今日ほんと1時。うん。1時だっけ？メイクアップでね。うん。1時9分 ?1時9分らしい。1時9分から、あのバズリズムさんでやりますので、ぜひ皆さん、ぜひお願いします。ね、夜更かししてる方、ぜひ皆さん見てください、はい、明日に支障出ないように ね、あの寝る、ね、眠たい方は寝てください、うん、そう、寝ちゃったらしょうがないから、それはもう、でもぜひね、見れる方は見てください。え、明日受験らしい。うわ、頑張って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 、イエーイ、頑張って、あれあれあれ、頑張って、あれ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 、ね、ほら、もう8万人の方もありがとうございます。本当にありがとうございます。うまかったよ、本当。焼肉もうまかったし。うまかったね、うまかったね。ほら、みんなスクショタイムしとく。なんかほら、3人集まってるし。もうちょい上上がれ。俺一人やったら絶対しやんけどな、うん、冷たいな。下着ほら、スクショタイムしようか。コメントね、コメントオフして、はい、できた？できたかな？オッケー、できた。さあ、40分になって。もう絶対しやん。もうしやんから。スクショタイム絶対もうしやんから。お願いしますか。で、40分になって、恭平一人でできると思うやんか。うん、俺一人できるよ。思うやん。うん。来ました。もうやめてくれって、だから。来ました。なんだ？俺のインスタライブみんな来るやん。どうぞ。どうぞどうぞ。だから俺一人でこうやって、ほら、これ俺一人でこうやってしたかったのにさ、またいんねん、そこに。お、誰や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 。あれ、あ、なんか待ってとか言ってる、待ってとか言ってる。来てって言ってくれないと帰っちゃうで。来て、来て。ほら。ほら、じゃあ、すいません、ミッチーと長尾でした。ありがとうございました。皆さん、おやすみ。ありがとう。バイバイ。俺のインスタライブ、早く来よ。俺のインスタライブ。俺のインスタライブ。俺のインスタライブ。なあ。はい。早く。早く、早く、おる。何？一人で、あんま一回一人でやってみて。ちゃうん、ちゃう、ちゃうんや。一人でやりたいって言ってこう始まったやんか。じゃ、みんなに別にメンバーに見られる中で一人でしたか。目の前、はい、そうですね。ありがとうございます。でも、そう、8.4 万人の方もしてくれてありがとうございます。かわいい、おやすみ、おやすみ。ほら、みっちおやすみ、おやすみやってみんな。まだ寝るかわかんないけどね、つって。うわ、すごい、どんどん増えていく。急に暇人増えていくよ。いや、ありがたいですよ、ありがとう、みんな。俺と一緒でみんな暇なんかな。俺もちょうど今から暇やからさ、なあなあ一人でやってるでしょ、インスタライブ。今日めちゃくちゃ内股やめて。ごめんごめんごめん、これ映らんのよ。ごめん、映らんのよ。俺ごめんなさい。ほら、内股なのよ。見せ方独特。ほら、内股です。今ちょうどそのままの形で上に、だ、顔、今インスタライブしてる。ツッコミ2文字、顔。 8.6 万人の方とこうやって一緒に喋ってる。喋らして。まだみんな誰がいるか分かんないでしょう。問題です。さあ、問題です。この画面の後ろには誰がいるでしょうか。あ、もうやばいっす。もうみんなバレてます。大橋和也やって、大橋和也がいるってなってます。違う、誰誰、西原大吾だって。あ、でもおかしいな、先に西原だ。でもさっき西畑大吾くん来たんやけどな。あ、そうなの。うん、来たよ。あ、そうなんや。さっき来た。さっき来たのにな。でも西畑大吾やって。ああ。ほらもう。なんでここにも登場するの。俺はあなたのインスタライブを。なんかじゃあ俺聞いたで。ライブではさ、うん、見てない言うてたのにさ。俺今日
マネージャーさんから聞いたけどさ、ライブでは、え、見てないみたいな感じだったけど、しっかり全部見てたらしいな。ちゃんと見てたよ。ちゃんと見てたらしいな。ちゃんと一人で、あの、正面でこうやってやってからの、あの、化粧品の話とか、スキンケアの話してからの途中で大悟くんが登場して全部見てたから、俺。で、あの、マネージャーさんに言ったらしいな。俺もしたいって言ってた。やめてくれよ。かわいい、かわいいなと思って。やめてくれよ。めっちゃかわいいなと思って。だからちゃ、俺まず思ってたのは今日ね、うん、一人でするはずやったの。うん、まあ嬉しいねんで。だから俺まだ出てない、ちゃんと。ほら、もう出たよ。出てない、ちゃんと。無理よ、顔出てない。いや、あの、声出てんねったら顔出せよ。声だけの出演やからさ。おい、声だけ、そんな贅沢な声だけの出演やから。ちゃんと顔も出えよ。もう出たし、さっき半分、半分やろ、うん、全部出てないから。ほら、なんやそれ。で、そう、さっきね、で、お一人でやってたらさ、うん、まず、大悟くんが来たわけ。あ、そうなの？最初、ほんの、しょっぱな、うん。で、そっから、ケント来て、ミッチー来て、うん、で、大橋くんなわけよ。もうみんな来てくれるやん。え、うん、やんだよ、そんな。嬉しいよ。いや、そんだけ愛されてると。嬉しいよ、それは。嬉しい反面、うん、なんかちょっとやっぱさ、大橋くんに憧れたからさ、なんで一人でもしたいやん。もうバラされたから、そういうの、うん。いや、ちゃんと一人でさ、そうやな、したいやん。オッケー、じゃあ帰るわ。深夜、いや、帰る、帰る、帰る、一回出て、一回ちゃんと出て。一回帰る、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 帰った方がいいかな、思って。痛い、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 痛い。これで、俺のお尻だけやで。やめろ。捨ての。やめろ。痛い、痛い、痛い、痛い。顔、ほら、ちゃんと。じゃあな。ちゃんと出てくる。すいません、皆さん、こんにちは。大橋和也でーす。大橋和也です。ほら、もうこうやってみんな駆けつけてくれました。ありがとうございます。え、正直見てました？途中から見た。ほら、ありがとうございます。やっぱ見てくれてんねや、みんな。ほら、みんな帰っちゃうで、やって。そう、途中から見て、ちょっと、行こうかなと思いました。いや、ありがとうございます。ちょ、照明の感じちょっと俺、いじろうかなと思って。いじんな、いじんな。照明の感じちょっといじろうかなと思って。別にいいね。俺そんななんか、ちょっと、うん、あの、たかんでいいのよ、俺は。なんかちょっと照明の感じちょっとあれ、ちょっと明るいなと思って、3人出た時に。あ、気にするタイプ、そこ。気にするタイプ。めっちゃ気になった？うん、気になった。あ、そういうこと？気になったから、ちょっと俺、したいなと思って。うん。じゃあちょっと、大橋さん好みにしてよ。オッケー。あ、消すのね。消す消す。暗めね。大丈夫？この俺声のトーン。もうちょい下げた方がいい？いえ、どう？みんなさ、もう寝始めようと思ってるから。みんなどんな感じ？そう、寝始め。だから、ちょっとこのままもうぐっすり寝れるよっていう感覚の雰囲気作る。どう？はい、一回一人でやってみなさい。前、前、前、恭平ハニー。ガラガラやねん、声。声ガラガラやねん。前、恭平ハニーのみんなはさ、もう、寝る時間0時45分0時45分やけどさ、みんなどんな感じ、うん、歯磨いた？歯ちゃんと前歯とかしっかり磨きや。前歯とかちゃんと磨いて。笑った時にピカピカな歯大事やからさ、ちゃんと磨いて。ほんでさ、寝る前とかさ、なんかさ、しっかりさ、やっぱりさ、電気つけて寝るタイプ、電気消して寝るタイプ。俺意外とつけて寝るタイプやねんけど。そう、なんか、そう、家のちょっとこと教えてほしいと思う。そう、俺電気つけて寝るタイプ、意外と。てか、俺全然爆音でも寝れるタイプ。てか、爆音じゃないと寝られへんの、俺。あの、シーンとしてたら怖いわけ。お化け出るかなとか思っちゃうタイプ。で、いつもどうやって寝てるの？え、いつもはドラえもん流しながら寝てる。言っちゃった。言っちゃった。かわいい。かわいいとこ。かわいいとこ出ちゃったな。でででででで。あの、そこまで大丈夫、大丈夫。ニット帽。深夜テンションやな。どうどうどう、じゃあ反応どう、反応見て、ちゃんと反応、はい、反応、反応、今、はい、反応見て。やばい、ちょっと減ったかもしれん。ちょっと見てる人数減ったかもしれん。今のでちょっと減ったかもしれん。ごめん、帰ってきて。減った方々帰ってきてほしいな。違うか、これは大橋和也氏が抜けたから減った。俺、あの、いや、俺のこのニット帽ボケして減った。やめてくれ、ちょっとニット帽ボケして減ったんなら帰ってきて。どうこれ。ごめん、前は俺心配。お腹空いてへん？大丈夫、確定いっぱい食った。可愛いやん、ありがとう。そんな俺自分のこと可愛い思ってんけど。可愛い、ありがとう。そんな可愛い、増えてるよ。増えてるかな。でもその方が増えてるか、確かに。ありがとう。今ので 0.2 減った。悲しい。やっぱ俺のニットボールボケがあかんかったんか。何してんの？インスタライブしてる。今、インスタライブしてる、ありがとう。今日面白い。ありがとう。恭平好き。ありがとう。恭平が心配。なんで心配なん？普通にいつも通りよ。死ぬ。ダメダメ。かわいい。ありがとう。みんな、前歯。磨きに行ったんちゃう？あ、確かに。あ、そういうこと？みんな前歯磨きに行ったんか。
ありがとう。声でかい。あ、確かに。ちょっと待って、声でかいんか、俺。声で。確かに今も注意されました。声でかいあんたって言われました。すいません。すいませんでした。いいよ、いいよ。どんな感じですか？まあ、今から、やっぱそう、はい、あの、ベッドの横になりながら見てくださる人もいるから。確かに。寝やすいように、最後、寝やすいように持っていくのが一番かな。確かに。そうそう。みんな来てたんやな。やっと。やっとやな。全面積映ったわけ。よかったよ。3987、65度。60度。360度。それは日にちやな。あ、それや。1年やった。1年やった。そう、360度映るわけ。ほら。あ、いやいやいや。ね。共演の言葉分からんもんな、だって。一瞬しか分からん。でしょ。あ、確かにな。大丈夫だ。ほら、こう食べ。ほら、ちゃんと見せて、ちゃんと。前髪もな。あ、前髪もほらね。分け目ここで、上に上げたここでな。やめてよ。あ、なんでニット帽かぶってるかって、俺直毛でさ、髪の毛ピンピンピンってなるからなんよ。怖いやん。確かに俺この姿見せんのほんまレアやと思うで。マジで。あ。実はね、まだ道屋俊介も横で見てくれてるんですよ。可愛いでしょ、なんか心配やっつって見てくれてるんですよ。ミッチーの今カチューシャをもらいました。これ違う、ちょっと待って、こっち見て。はい、で、はい、はい、こう。すごい、今なんか違うもん。頭のマッサージされてるかと思った。つけ方がソフティーやった。シュッてきましたけども、な、大橋さんは何なんですか。なあ、画面のさ後ろでさ、いいや、何なん。それで出てよ今。じゃあそれで出てそれで来て、早く帽子取ってこいよ。しか見せない笑い方、ミッチーの笑い両方じゃないやつ。なあ、それで来て、早く帽子取ってきて。ほら、早く帽子取ってきて。帽子取ってきてる。ほら、あるよ、帽子取ってきて。早くこっち、ほら、かぶったら。それはさ、俺のデコレアなんだって。俺もだからレアの姿見て。何、希少菓子つけてプレネツ。じゃあほら、今ね、こうやって隣にね、大橋さんとミッチーが隣いてくれてるんです。画面外で喋ってんね、俺らがずっと。そう、どう思う、みんな。画面外で喋ったら出ろよって話やねんけど、みんなどうも。ほら、ハッスンハッスンって。だから今日は共演の会やから。そう、確かに。共演の会やからね。確かに。あ、やめろよ、今よかったのに。くそ。じゃあ貸しようか。はい、もし。やっぱみんなはどんな化粧水使ってる？俺あんまスキンケアせんからさ。あ、参考にしたいと。そう、俺はいつもお風呂入って、そのお湯の流し湯で終わってる。まあ、水せんからね。そうだから、みんなどういうルーティンしてんの、お風呂上がり。聞きたいな。そう、質問返すの。ナイトルーティーンや。ナイトルーティーン。でも最近俺もさ、やっぱ流星にさ、メイクしてもらってるからさ、なんかちょっとお風呂入ってる時気にするわけ、うん、あの洗顔とかして。ちょっと今日は大橋和也くんがさ、ちょっと出しすぎたのよ、洗顔料。洗顔料、洗顔のあのクリームみたいなやつ。ああ、そう、ちょっと出しすぎてさ、出へん出へん言ってたから。俺がキュッてやったらブッて。そう俺がさ、詰まってて出へんやんっつって、で出へんやんっつって、ほんで大橋さんがさ、もう力強いわけ、大橋さんで、ギュッてやったらブッて出て、めっちゃいっぱい出たよね。違う。そう、なんか、後ろでなんかいっぱいジェスチャーやってるんですけど、大橋さんが。よくわかんないジェスチャーいっぱいやってるんですけど、そういっぱい出て、でもちゃんとまんべんなーく使いましたね。なんでかって、俺、顔今最近焼けてるからさ、めっちゃ。ハトムギっていいんや。あ、ハトムギ化粧水いいね。あ、いいんや。みんなそうね、こだわってんねやね。はい、夏は化粧水、美容液で終わっちゃう。やっぱそんなもんあんのね。スキンケアしてないよ、なんでそんな肌きれいな。わからんよね。俺も聞きたいよ、そんな。は？何？いい成分、あの、弱んのよ。
俺もよくあれやねんけど、ああ人に、まあ、それぞれやねんけど、ああ細胞があるのよ。何やねん、いい細胞があるから、うん、今日多分いい細胞がいっぱいあるのよ。ああ、そういうことか。ありがとうございます。褒め言葉でした。ありがとうございます。やっぱみんないろいろあるのね。スチームクリームな、それもう全然わからんわ。スキンケアなんか最近俺も化粧はリュウチェから覚えてます。なんかこう塗った方がいいよとか、まあ、塗った代わりに俺はいつもリュウチェの髪型やってるんですけどね。共演のさ、なんか好きなその色のネックレスとか教えてよ。なんかこういうの最近つけてるよとか。今こういうのほら、今なんか今にもなんかちょっと引っ張ったら取れそうな危ない瀬戸際のネックレス。ほらこういう系よく怖いよね。ちょっとこう丸に入れるやつみたいな。あるな、よくあるじゃないですか。シルバーが好きな。今シルバーやね。最近やっぱネックレスってやっぱシルバー流行ってるからさ、ゴールドより今ちょっとシルバーが流行りつつもありますからね。でも僕はシルバーとゴールドを合わせながらつけてるんですけど、こんな話が誰が聞きたい。この絶妙な暗い照明で誰がした、この照明した張本人はずっと映らずただ声で出演してるだけやし。大橋さんなあ、どっちなあ、横でいられると俺としても恥ずかしいわけ。見んなよ。見るんやったら来いよ。来いって。来てほしいの。来いって。いやでも京平さんが一人でやりたい言ってたから、俺やっぱな。うん。ちゃうやん。なんかさ、わかる、一人でしたかったけどさ、うん、なんかみんな来るから、なんか変更しようと思って自分の気持ちも。どういうもう、みんなを映していこうっていう。みんな映していこう、ね。何話のオフみたいな。何話のオフね。何話のオフ姿みたいな。いやいや。そうそう。だからずっと隣に張るやん。一応見とくかなって。今日はまあ、いい感じにね。うん。インスタライブできるように。なんか恥ずかしいわ、ほんま。ほら、来いって、ってほら。みんなほら、カズくん来いよって。もうごめん、今日は声でかい。ごめんなさい。もうちょい。もうちょい声下げるな。アホ毛かわいい。ありがとう。いや、ほんとすごいよ。8万人の方も見てくれてんの。優しいな。ありがとう、ほんま。あ、ストーリーの話したしたよ。した。した。それはした。最初にしたよ、そりゃ。あれなんなん。違うよ。するよっていうな。そうそうそう。あれは匂わすよ。あのマネージャーさんと、1万あげるか、つって。そうやな。で、俺もなんか、なんかちょっとそんなカメラ目線で決め決めより、ちょっと違う方向向いたようわからない写真あげときましょうよ。んだら、みんな、何この写真つって。なんか急に上がってんのに、そのちょっとバズリズム出ますっていう写真と、俺のようわからん、の自撮り。何これみたいな。いやいや。そう。で、みんなちょっと、するんちゃうかとか、何これみたいななってる中での今やから。うん。ありがとう、見てくれた、ほんまみんな。すごいよ、ほんま。やっぱこう、みんなの、なんで頑張り？やっぱこう、大橋さんだったり、ミッチだったり、ケントだったり、大悟くん来てくれたからこんな見てくれてるよね。俺だけやったらほんま15人ぐらいしか来てくれなかったんじゃんかな。そんなことない。共演の温かさでみんな来てんねん。ほんまに？確かにな、俺って。ほら、俺らも来るわけやから。確かに、俺って本気出せば砂漠ぐらい暖かいしな。せやな。暑すぎる。ほんまに、ラクダも呼べちゃう。やば。モフモフやん。コブいっぱいあるやん。コブ3つな。2個や。モフモフかわからんけど、モフモフ。あ、3つな。2個やったら、あ、確かに2個のラクダもいるかもしれんな。1個のラクダもいるしな。確かに、だから基本的に3つかなって思ったけど、うん、確かに物知りやな、ミッチは。物知りじゃないよ、くつろぐや。いやー、今大橋さんが右手で俺の左の、足の、膝をコショコショしてまーす。コショコショしてまーす。コショコショしてまーす。え、砂漠って夜めっちゃ寒いんや。うわ、それ知らんかった。じゃああかんやん、今の例え。俺ミスなあ、だから顔半分、俺の左目見たい人が今見れんくなったって騒いでる。ああ、ほら、そんな自由に出てきて。確かにインスタライブは自由やけど。ほら、ミッチーとカズくん出てきてって言ってるよ。なんかちょっと皆さんにさ。ほら、みんな出てきてって。みんなはおらんけど。リップサービスはいっぱいしたからさ。うん。ここね、やったのよ、最初に。そんな、だけじゃいっぱいやってもらしたい、もらした、バーンとかさ、やらせていただきました。
ちゃんもうやめてくれ。なんか、気張る。じゃ、帰ろうか。なんか、メンバーいると、帰るな。なんか、マネージャーさんも帰るわ。ごめんな、なんか。ありがとう。いいよいいよ、ほら、追っていいよ。追ってほしいんかい。追っていいよ。追ってほしいんかい。追っていいよ。そうなるならよっていう。マネージャーさんも一緒に帰ろう。違う、この間接照明でさ、やめろって。違う、ほらこの間接照明の一人は違うやん。なあこのかいいんや。俺帽子もらうで、大橋くんの。俺ほら、俺も帽子なあ、明日返してくれて。あ、絶対返さん、バイバイ。絶対返さん。いや、皆さん見ました、このね、この今のこのキャップもらいました、大橋くんから。お下がりです、ありがとうございます。ちょ、ほんまにおらんくなってんけど、ほんまにおらんなったなあ。ほんまにおらんくなりましたね。今日本当は一人でやりたい、今日へ、はい、一人でやりたかったんですよ。でももうね、そろそろね、もう何分やってるこれ、30分くらいやってるから、結局は30分くらいインスタライブしてきたんですけど、もうそろそろね、終わらないといかない時間も来てるところではあるんですよ。いや、そう、一人は寂しいよ。だってみんな出てっちゃったもん。ん？今何も聞こえてないよ、別に。あ、そう、俺が手でパンパンしてる、今、布団。ん？いや、ほんと誰もいないっす。今、ほんとに一人で、やっと、こっからかなって。ああそうだよ、やっと念願の一人以来だよ。何影？どういうこと影って。大丈夫、俺の影しかない。ほら、あ、なんでか、こういう影？俺がずっと手でこうしてたから、とここで、あの、こっち側で俺がこうやってやってたから、あの、影がそうなってたかもしれん。いないよ。みんなよく言うわ、みんなよく言うわ、そういうことよく言う。ホルナー来てない。ああ、来てない。ああ、なんで画面が消えたってわかる？俺が消したからね。俺が消したもん。画面俺が消したんだもん。ほーら、俺しか映ってない。みんな見えてる？俺だよ。ほーら、俺しか映ってない。ああ、これも俺の顔。ほーら、俺の顔。ひき肉です！ほーら、ひき肉ですとか言ってるよ。ほーら、俺が言いました。ひき肉です。ひき肉ですってほら、俺が言いましたよね。ひき肉でした。ほら、もはや心霊現象、不良くないよね。なんでやろ。帽子も取られた。なあ、やめてよ大橋、道枝。一人でできんかった。結局、一人でできんかったな。ほんと結局、最後、みんなバレてたかな、最後はね、大橋和也と、道枝俊介と長尾健人が、戻ってきてくれました。はい、すごい。ひき肉です！鶏肉です！牛肉です！ありがとう、みんな。ね、ほらもう、ね、ほら、1時だって、みんな。もうこれから寝ない。ね、今から人増えんなよ。何人になったの？さっきさ、俺 8.2 とか 8.3 とかやってんけどさ、わからん、今見たら 8.5 になってんの。確実にとりあえず増えたの、今。増えんなよ。またしなあかんくなるやんけ。やめてくれ。みんなも、夜も遅いからさ。1時だからさ。ありがとう。俺の願いも叶ったし、みんなと一緒にこう話せてよかった。ありがとう。いや、ありがとう、こっちも。みんなありがとうね。ほら。ケントもほら、最後ありがとうってみんなに。そう、ほら。バイバーイ。8.6 万人に増えた。ごめん、ありがとう、みんな。ありがとうございます。ありがとう。またね。楽しもう。みんな元気でね。ありがとう。本当に楽しんで、インスタライブできました。また。また会いましょう。会いましょうね。バイバーイ。バイバイ。おやすみ、みんな。ゆっくり寝てね。ゆっくり休んでください。これは、来ていい？それは、罰をして。それはもう、今日に任せる。じゃあ、みんな本当にバイバイ。本当にバイバイ。なんか悲しいわ。いつもこういうのジュチがやってたから、俺がやるってなると心苦しい。もうちょっとする？うん、やらかんねん、もう。全然優柔不断やった。ごめんね。バイバーイ。またね。明日もお仕事お勉強頑張ってください。あ、頑張ってください。ライブに来る方はね、朝からお仕事の方とかみんな頑張って、はい、これ見て頑張って。ライブに来れない方はね、僕たちのことを祈っといてください。ね、これアーカイブ残るの？残らん？
残るって、アーカイブ残るって、見れない方もぜひこれ、ね、後から見れますから、見てね。はい、すごい、はい、ほら、8.7 万人まで増えた。終われる。はい、すいません、終わります。ごめんなさい。ほんとごめんね。バイバーイ。バイバーイ。